当たり前、当たり前、当たり前と待つ。顔可愛いのに滝食べると怪物。当たり前と待つ。当たり前、当たり前、当たり前さゆり。綺麗な姉ちゃんなのに足腰おばあちゃん。当たり前さゆり。今回はこの3名でお送りしていくよ。メリークリスマス。花澤香菜の一人でできるかな。皆さんちょっと早いけどメリークリスマス、花澤香菜です。もうね、あの目の前に2人いるんで、もうちゃちゃと進めちゃいたいと思いますが、今夜はなんとちょっと鹿さん、鹿さんがなんか、鹿さんじゃないな、トナカイ、トナカイ。5年連続クリスマス企画ですよ。5回目だよ、すごくない？すごいですよね。そう、まあスタジオもね、恒例のクリスマスな感じになっておりますし、あとはもうゲストをお迎えするだけと。なんとかね、矢作さゆりかっこ仮も取れまして、ちゃんとね、3人揃ってクリスマスできるよということで、この後はクリスマスパーティーのスタートです。それでは花澤香菜も一人でできるかな、今日もスタートしちゃっていいのかな。気持ちが永遠のターキー。お前うちのおばあちゃんバカにしてるわ。ピコの中だったらもう断然チキン、チキンマンですから。チキンマンね、ビーフパークチキンだったらチキンマン、チキンマンね。じゃあ来年はトマツ祭りじゃない？いいね、トマツリ。乗り来た。乗り来た。トマツリ。このケーキ美味しいな。本当にバカバカバカ。今年はトマツリできるかな。あらまあ、お餅。花澤香菜の一人でできるかな。花澤香菜です。それでは早速ゲストの、お二方に登場していただきましょう。どうぞ。怪物って、ね、おばあちゃんだって。待てちょっといくらなんだよね。ひどいんじゃないのかい。心外甚だしい。そうね、甚だしいね。甚だしい。初めて使ったでしょ。言い慣れない感じがとても良かった、ね、ありがとう。どうもこんばんは、会社入りです、菅野香里です。いやー、どうもこんばんは、トマツハルカ、カッコカリです。イエーイ。あなたにはカッコカリついてないか。カッコカリ。てぃー。今年も来たよ、今年も。来たよ、5回目。本当にさ、うん、ザキヤマみたいだよね。そう、もう声優界のザキヤマです。ダメか、ダメか。やばいよ、ほら、苦い顔してるよ、ほら。ミュージックレインとしてダメです。ね、またね、怒られちゃうからね。怒られちゃうからね。そのことながら。はい。ということで、はい。5年連続だよ。いやー、年取るわけだわ。そうよ。すごくない？ 5 年って。すごいね。すごいよ。だって5歳になってんのよ。その時何を言ってるの。続いて、ほんまにほんまに。続いて、よかったねって。ほんまに。一緒に盛り上がろうよ。うぜえ。しょっぱだから。パーティーだからね、パーティーだからね。パーティーですよ。うん、まあ、そういうことで、うん、どうですか ?5 年間いろいろあったと思いますが、あったね。あったね。振り返りつつ。去年は、カーナー祭りですか？カーナー祭りね。よいよいよいよ。カーナー祭りからの、今年は、亀山。亀山。亀吉ですよ。亀吉ですよ。イコール、今年も今年もカーナー。無理やり合わせたね。お互いに、ね、探り探り。でもこれほら、触れないわけにはいかないでしょ。そうだね。ごめんね、なんか来てもらってしまって。これ何？あ、これ何なのこれ。あの、長いんだけど説明すると。うん、短くして？うん。そうだね。うん、あの、BLT っていうテレビ欄の雑誌があるんですよ。あれで私が連載をしていて、その中で作ったキャラクター、亀山亀吉。が、うん、オリジナル T シャツになって、発売されていますと。おー、そうなんです。これサンリオさんに作ってもらったんで。すごくない？そうなんですよ。サンリオさんだぜ。私たち来ちゃってるよ。サンリオの、かつてサンリオのキャラに今までこんな腰したやつがいたかって話ですよ。ほんとだよ
んだよ、これ。このイラッとするこの足。なんでこの端っこフィーってなってるの？フィーって。え、なんかこう、なんだろうな。いや、最初ね、かわい、うん、普通のかわいいのも作ってみたんだけど、うん、なんかしっくりこなくて、うん、鼻の穴と、その、うん、その口は足してしまいました。やばいね。まあ、でも、カナーな感じが出てる。うん、なんか、ね、わかるもん。わかるわかる。カナー色すごい出てる。あ、これ、カナーデザインやな、つの。すごいわかる。ありがとう。そう、うん、そんな感じで来てもらって、うん、嬉しいわ。とんでもない。そうしてくる、これ。本当だね。今日パーティーだからね。今日パーティーだからね。パーティー行きましょうね。はい。ということで。はい。はい。そろそろじゃあ、乾杯しますかね。来た、これ。来た。あ、では。ちょっと。女子力、何が、何がいいかな。あ、注ぐわ。注ぐわ。みんな何がいいの？とりあえず乾杯は。乾杯？乾杯じゃねえや。乾杯は。あれだよ、年取るし出てくるやつだよ。頬骨に出てくるやつだよ。ごこんない。あ、え、これ、いくよ、いくよ。何？ちょっと怖い、怖い。はい、まあ、わちゃっとなりましたけれども。いやー、びっくりしたね。ねえ、ほんと誰だ、振ったのは。ほんとよ。誰だ、うん、振ったのはね。あれあれ、ことまつが持ってるけど。よく気づいてくれた。私が注ぐの。あ、じゃあ。ほんとにお願いしようか。さすが大人の女性だな。そうよ。私、できる女ですから。一個多少、ちょっとついちゃってくださいあ、そうそう。グラスを取るわね。あ、いやコポポポポポポポ。ほーら。あ、すごいすごい。いい感じ。シャンメリーよ。ありがとう。お上がり。お上がり。お上がり。なんか年々君もおばあちゃんみたいになってくね。なんか。ねえねえ、絶対間違えたよね、分量。あれだってほら。もう一本あるけど。いや、これね、怖いからありやめたよね。あれいいわ。とりあえずほら。とりあえず乾杯だけ。はい。できる女だからさ。私が少なめのものを選んだのよ。なるほどね。どねそうよ。ありがとう。ありがとう。じゃあ、じゃあちょっと乾杯しますかね。はい。じゃあ皆さん用意はいいですか？はい。いいわよ。第5回、クリスマスパーティーを始めたいと思います。イエーイ！乾杯の前に、私から一言。短めにお願いします。はい、はい。いやね、トラブル、うん、ダークネスも、続いてますし、そうやな。なんといってもね、うん、この、あの三人でまた集まれるというのはね、とっても嬉しいことでございます。というわけで今夜も盛り上がりましょう！はい！はい！メリークリスマス！メリークリスマス！イエーイ！ハッピークリスマス！うん！うんうん！あー！うまいね。美味しい！とってもヤミーよ。ヤミーって何だっけ？よくわかんない。美味しいって。はい。ね。じゃあ、とりあえず、まあまあ皆さん好きに食べて飲んでしてくださいな。お皿いただくじゃん。ちょっと、貸して、あたしが装うわ。あたしが装うわ。そう、取るだけだけれどもね、危ないよ。できる女だからね。ありがとう。じゃあ、装ってもらう間にまた次のやついきますね。はい。人からネーム、シルボンシさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さてさて、毎年この時期になると、その年の世相を漢字一文字で表す、今年の漢字が発表されますよね。はい、そこで、皆さん、今年一年を漢字一文字で表すとしたら、どんな漢字になるでしょうか？また理由も教えてください。あなた大きいのでいいでしょ？え？あなた大きいのでいいでしょ？え、その大きい塊。カナーは、うん、これね。ああ、ありがとう、ありがとう。からさ、うん、嬉しいわ。うん、あなた大きいのでいいでしょ？うん、わかった、食べるよ。食べる、痛いわ。痛いわ。食べるわ。あのさ、あのさ、聞いてた今の話。漢字一文字。漢字一文字。そうそうそう。なるほど。どうですか？漢字一文字で表すと。今年ですか？うん。今年はね、あ、今年、一個資格を取ったの。え？あら。そうなの？資格を取って、フラワーデザイナーの早急の資格を取りました。すごーい！あの、フラワーデザイナーって何するの？ちゃんと、なんていうの、お花のアレンジメントとか、ブーケとか、あとまあ、マークシートみたいな筆記もあって、すげー勉強した！高校卒業以来、ちょっと真面目に勉強して、受かった、この前。すごいね！だから二足のわらじじゃん。あ、そうだね。そうだね。でも、もっと上の級取れるように今、上のクラスの勉強中だけど。だから、花かな？花？うん、
の逆よ。綺麗。なんかこう、うん、仕事のことを忘れられる一時だよ。なんかこう、ずっと仕事のことを考えてるとさ、なんていうの、うん、他にもいろいろ楽しみがあった方がいいじゃない。そうだね。そう。だから、すごい楽しいよ。それはすごい、ね。新しい楽しみを見つけたよ、だから私は。ね、めっちゃいい、四角いな。どうよ。トマさん。食ってっけど、うん、こう来たらこうじゃん。そうね。長年のなんかこうあるじゃん。あるよね、うん。最後にすればよかったね。あ、そうだね。なんか一番なんかいいことを言ってる気がするんだ。本当、うん、大丈夫大丈夫。最後にいいこと言うから。トマさん、次。そうやな。これ私、うん、うん、それでかいね。でかいわ。でもね、今年楽しかったの、そこ。うん。すごい楽しくてね。いいじゃないか。こうね。初めてやることがすごい多かった一年だった。うん。うん。仕事でもさ、うん、こう役柄とかも、うん、こう初めて挑戦する役柄とか、うん、なんかこう初めて舞台とかやったりとかね。うん、で、こう、海外に仕事で行ったりとか、とにかくね、初めて尽くしなことがすごい多くて、うん、こう毎日がね、エンジョイだったの。すごく。それなくてもよかったな、今の話にね。なんかね、成立した話だったな。なんか、なんか、綺麗に言ってたのにね。うんうん、そう、なんていうの、すごい満ちてた。すごく。満ちてた。満ちてた。すごいね、充実してた。なるほど。そう。だから、総括して、10。おー、充実。充実の10。なるほど。いいね。いいね。そう、ほんとにね、エンジョイだったの。そこはカットで。カットで。そこはカットで。うん、本当に充実してたんだよね。言い直した。言い直した。すっごい充実してて。そう、楽しい2012年を過ごさせてもらったから。よかった。うん。オッケー。カナは？カナは？カナはね、髪切ったんですよ。うん。何事になったのね。そう。バッサリ切ったりとか、そう、私もトマツと一緒で、うん、なんかちょっと、変えたいなっていう時期で、いろいろ変えて、いろいろやってみたから、うん、なんかこう、変わるって字かな。なるほど。いいと思う。かなりふさわしいよ。そこのターキーガールズたちはさ、行くね。すごい。このためにお腹使ってきてるからね。うん、そうだね。うんうん、ペンネームエリザベスさんからいただきました。はい。ありがとうございます。メリークリスマス。メリークリスマス。このクリスマス会があるからこそ最近のクリスマスは乗り切れている気がします。うん、今回もヤハギさん、マジヤハギさん会になることを期待しています。全然意味わかんないね。ですってよ。どういうこと？この前すごかったよね。うん、この前ちょっと。去年だけどね。去年ね。去年ね。ヤハギ氏の引きが強すぎてね。しばらく引いてたなと思う。本当にね。その時期にね、宝くじを買うべきだった。そうだね。本当にそうだよね。本当にそうよ。そう。私も言われた通り買っとけばよかった。うん、さ、純ちゃんのコーナーで、あ、そう、見てない人のために言うと、純、うん、ちゃんのコーナーで、全部矢作氏のターンっていうね。うん。そう。矢作氏全部罰ゲームみたいな。ね、やる人を決めてたい。そう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 。うん、そんな引きが強い。まあでもね、今年はきっと戸祭りだから。戸祭りきますかね。なんかさ、戸祭りって言ってたね。言ってた。なんだろうね。いや、なんだっけ、あれ去年だよね。うん、でしょ？私がいっぱい引いちゃったから、来年は、うん、なんか、トマスリよとか。トマスリだよ、みたいな。もうさ、なんかさ、聞いててさ、うん、なんか違う人かと思った。誰このうるさいの？誰これ私だみたいな。ごめん、そんなに変わってない。そうだね。今年のやつは聞いても多分。やだ、私だけなんか。あなただけ思ったのまあ、じゃあ、一個。やめろ、やめろ、その顔。次、うん、はい、次いきます。人柄ネーム、ヨシアさんからいただきました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうね。トマスさん、矢作さん、メリークリスマス！メリークリスマス！はい。第2回からこの放送を聞き始めた僕としては、また、うん、この3人のラジオを聴けるのがとても嬉しいです。かなさんは歌手としての活動が多くなり、ますます忙しい日々を送っているのではないでしょうか。トマスさんは昨日の放送で、あ、昨年の放送でノリツッコミができるようになりたい。と言っていましたね。目標は、達成できましたか？あ、なんだっけ、ケーキ、無償。でもなんかパクパク、うん、そうそう。で、バカバカちょっと後で言ってもらうから。そして、矢作さん。はい。そろそろ口元が緩くなると言ってましたが。そうなのよ。大丈夫ですか？大丈夫よ、頑張ってるわな。うん。いつでも言ってね。今日髪いっぱいあるから。ありがとう。うん、あなたは？私、あ、そうだ、ノリツッコミね。ノリツッコミ。そう、あれね、でもね、去年だけの話じゃなくて、うん、毎年言って、
ってるんだよね。塗りツッコミやりたいって。毎年できてないんだね。そう。毎年の課題ではあるわけ。なるほど。そういえばなんか普通に喋ってても別に塗りツッコミが来たことあんまりないかもしれないな。忘れてるんだよね。だからね、なんかさ、いいボールを投げてみて。そうだよね。忘れた頃に。今言うと、また、卒とパクパクになるから、そのパクパク、脱パクパクですよ。脱パクパクバカ。になるために。バカは変わんねえんだ。ツッコミがバカっていうのは変わんねえんだ。それを、でもほら、あれもちょっと残念な感じだったじゃん。去年の。私、自覚はあるんだ。自分でも思ったわ。今年見てみて。自覚があるなら。だから、こう忘れた頃に、こう、なんかさ、乗りツッコミできそうなボールを投げてみて。ボールをね。まあいろいろありますから今日。素晴らしい乗りツッコミで返してみせるから。オッケー。やってみる。わかった。というわけで。というわけで。たくさんのメッセージありがとうございました。